瞬間中心とは、回転運動している交代を仮想的に延長していったとき、速度ベクトルがゼロになる点として定義される。ただし、観測者は静止しているとし、速度ベクトルは静止した観測者から見た速度とする。もし、観測者や座標形が静止してない場合を考慮して、定義を拡張するならば、速度ベクトルがゼロの点と定義する代わりに直感的だが、 最も動きが小さい点と定義しても良い。より直感的な表現で定義を言えば、運動している交体がある瞬間にて、ある点を中心に回転運動を行っているとみなせる場合、その中心点が瞬間中心である。瞬間中心は物体の外部にあっても内部にあっても良い。交体が平行直線運動をしている場合には便、便宜上瞬間中心は、 速度ベクトルに直行する方向の無限遠点に位置するとみなす。ある瞬間での交体上のある2点の1ベクトル及び速度ベクトルが確定しているときは、この2点の位置から速度ベクトルの垂直方向へと延長した垂直線の交点に瞬間中心は存在する。各瞬間の瞬間中心の各点をつなぎ合わせた軌跡をセントロードという。 特に静止した観測者から見た場合のセントロードの軌跡を固定セントロードという。この概念は気候学においてリンク気候の解析などに応用されることが多い。リンク気候への瞬間中心の応用例として三瞬間中心の定理などが知られている。また生体力学などで関節の運動を扱う際に回転の中心を瞬間中心と呼ぶ場合も 工業力学などでいう場合の瞬間中心とほぼ同様の概念である。混同しやすい類似の概念として極律中心や縮み平線などがあるが、これらとは異なる概念である。また、ある点を中心とした工程運動や時点運動の中心点とも区別が必要である。何をして工程の定義や自点の定義とするかにもよるが、一般には必ずしも 合点の中心点、または時点の中心点と瞬間中心が一致するとは限らない。瞬間中心は、あくまでも物体の速度ベクトルの分布をもとにして、最も動きの小さい点の位置として決定される。地面との接触点 P が転がる合体の瞬間、中心転がっている合体は、地面との接触点を中心にして、時点をしている。転がる多角形でも、 各瞬間での直線との接触点が瞬間、中心である。直線上を滑らずに転がる円盤の瞬間中心は、各瞬間での直線と円との接触点になる。交代の速度ベクトルの分布は、図のようになり、そのことから、瞬間中心の位置を証明できる。なお、一般に、転がる物体の瞬間中心は、円盤に限らず楕円形の楕円盤でも、あるいは多角形でも、 各瞬間での直線との接触点が瞬間、中心である。今田茂雄、森田仁志、大学家庭気候学、第一版オ大ム社、平成13年、8ページ。ありがとうございます。